クルスクは、ロシア海軍の949アンペア型、巡航ミサイル原子力潜水艦。ソビエト社会主義共和国連邦崩壊後初めて、完成した艦艇の一隻で、ロシア海軍北方艦隊に配備されたが、2000年8月12日に、バレンツ海で事故により沈没し、全乗員の生命と共に失われた。艦名は、史上最大の戦車戦である1943年の、 クルスクの戦いの舞台となった、ロシアの都市クルスクから名付けられた。クルスクの建造は1992年、アルハンゲリスク近郊のセベロドビンスクで始まった。1994年に浸水し、同年12月に収益した。この艦は、ソビエト時代に設計、承認された、最後から2番目のオスカー2型原子力潜水艦である。安定位の設計は、 ソビエトの原子力潜水艦技術の極致を体現している。同型は史上最大の攻撃型潜水艦であり、アメリカ合衆国の空母戦闘軍全体を打ち負かすために建造された。この艦はオスカー相型から全長が10メートル伸ばされていた。上級将校は個室を持っており、すべての乗組員は艦内運動場を利用することができた。艦隊外閣は、 厚さ8 5ト、mm、ルのニッケルクロム含有率の高いステンレス鋼からなり非常に良好な耐腐食性を持ちアメリカ合衆国の磁気探知システムによる探知を妨げる役割を果たす微弱な磁気特性を備えていた外角と厚さ5 0 8ト、mm、ルの耐圧角の間には2ルの空間があったこの間は最長百0日間の持続潜航が可能なよう 設計され、艦の上部構造は、北極の氷を突破する航行に耐えられるよう強化、されていた。この艦は24本の P-700 グラニート巡航ミサイルと、艦首に5 3 3トル魚雷発射艦4本、6 5 0ト、mm、ル魚雷発射艦2門を装備していた。グラニートミサイルは5 5 0トルの射程を持ち、2 0トル以上の高度で、 超音速巡航することができた。このミサイルは敵戦団に群がり自動識別能力で各個の目標を選択するよう設計され、最終誘導段階では目標をめがけて急降下するものであった。魚雷発射艦は魚雷と対艦ミサイルのどちらも射程5 0トルで発射可能だった。並走には西側の最も優れた 艦艇防空力をも破るよう設計された SSN-16 スタリオン対艦ミサイルが含まれていた。65から76キーと魚雷は空母一隻を沈めることができるほどに強力な4 5 0ラム弾頭を搭載していた。ミサイルと魚雷はどちらも核弾頭の搭載が可能だった。クルスクはロシアの北方艦隊の所属だが、 その北方艦隊は1990年代に予算削減に苦しんだ。艦隊の潜水艦の多くは、ムルマンスクから 100km にあるザーパドナやリッツァ軍港に固定され、錆びつくがままとなった。艦全体の維持管理作業はほとんど行われず、捜索救難装備を含む最も不可欠な前線装備の維持管理が行われたに過ぎなかった。 北方艦隊の水兵は1990年代半ばには給料が支払われなくなった。運用された5年間で、クルスクはたった一つの任務しか完遂しなかった。その任務は1999年夏の間、コソボ紛争に反応するアメリカ合衆国第六艦隊の監視のため地中海に6ヶ月にわたり配備されるというものだった。完遂した任務が一つしかない原因は、 燃料のための資金不足である。結果として、クルスクの上院の多くは、会場での勤務時間が短く経験不足だった。クルスクは2000年8月10日より、サマー X 演習に参加した。この演習は、ロシア海軍によって計画された、ここ10年以上の間で初となる、大規模海軍演習である。艦隊機関、ピョートルベリーキー、攻撃型潜水艦4隻、 そして小型艦艇の小艦隊を含む総計30隻の艦艇が参加した。乗組員たちはその素晴らしい働きにより最近、表彰を受け、北方艦隊で最も優れた潜水艦乗組員として認められていた。サマー X は演習だったが、この時クルスクは戦闘兵器を満載していた。クルスクは兵器を常に持ち運ぶことを許可された数。 少ない艦艇の一隻だったのである。演習初日、クルスクは模擬弾頭を搭載したグラニートミサイルを守備よく発射した。2日後の8月12日朝、クルスクは演習用魚雷を黄色フ級ミサイル寿命艦ピョートルベリーキーに向けて発射する準備をしていた。これらの演習用魚雷は爆発性の弾頭を搭載せず、標準的な魚雷よりも低い品質基準で製造。 試験されていた。2000年8月12日現地時間11時28分、発射準備中に爆発が発生した。この事故に関するロシア海軍の最終報告書は、爆発は、クルスクの火酸化水素を燃料とする65から76魚雷の1本の損傷が原因と結論付けた。後の調査では、魚雷の推進燃料として使われる、高濃度火山化水素が、 魚雷の不完全な溶接箇所から漏れ出したとの結論が出た。クルスクは北緯69度40分統計37度35分、北緯69.667度統計37.583度、69.66737.583、セベロモルスクから 135km の地点の比較的浅い海に沈み、水深1 0 8メートルの海底に着底した。 最初の爆発から135秒後の2度目の爆発は TNT 換算で3トンから7トンに相当した。爆発により艦隊には大きな穴が開き艦首の3つの区画が崩壊して上艦していた118名の乗組員のうち23名を除く全員が死亡または行動不能になった。アメリカ、イギリス、ノルウェーの各海軍が支援を申し出たがロシアは すべての支援を拒否した。クルスクの乗員118名はすべて殉職した。ロシア海軍省は当初、乗組員の大多数は爆発後数分以内に死んだと一般の人々に対し伝えたが、8月21日、ノルウェーとロシアの潜水士は、第9区画にある艦備のタービン室で24体の遺体を発見した。ドミトリー・コレスニコフ隊員は、艦の沈没後に、 その区画で生きていた23名の乗組員の名前を列挙したメモを書き残していた。クルスクは緊急時に二酸化炭素を吸収し化学作用によって酸素を放出する目的で使用される科学、酸素発生装置の超酸化カリウムのカートリッジを貫砕していた。しかしながらカートリッジは海水に汚染され、結果として生じた化学反応が利用可能な酸素を消費する。 突発的な火事を引き起こしてしまった。調査によって数名の乗組員が水中に飛び込むことで一時的に火災を生き延びたことが明らかになった。これは核壁上の火災痕跡からその時点で水が腰の高さまであったことが分かったためである。最終的に火災を生き延びた乗組員も窒息によって死亡した。 118人が死亡した原子力潜水艦沈没事故であったが、当局は即座に情報を公開しなかった。ロシア大統領、ウラジーミル・プーチンはこの悲劇について、直ちに知らされていたが、状況は制御できており、救助が今にも始まると海軍から説明を受けていた。彼は、国会に面したソチの大統領保養地で休暇を終えるまで5日間、待機した。 大衆とメディアは、海辺の保養地に泊まるという、プーチンの決断を酷評し、それまでの非常に好意的であった評価は、劇的に落ち込んだ。大統領の対応が無情に思われ、また、政府の行動は無能に見えた。一年後、プーチンは、私はおそらくモスクワへ帰ってくるべきだったのだろうが、事態は何も変わらなかっただろう。ソチにいてもモスクワにいても私は、 同程度の情報を得ただろうが、宣伝的観点から言えば私は帰ろうとする、特別な熱情を示すこともできただろうと語った。オランダ企業マムルトとスミットインターナショナーレーからなる、合弁企業は監視を除いて、艦を引き上げる契約をロシアと結んだ。彼らは、反戦水式重量物運搬船、ジャイアント4を改造し、これによって、 クルスクを引き上げ、乗組員の遺体を回収した。2001年の引き上げ作業期間に、引き上げチームはまずタンカタングステンを表面に散りばめた、ケーブルを使用して艦隊から艦首を切り離した。この工具は、水素などの爆発しやすい機体の残存だまりに、点火してしまう火花を発生させる可能性を有していたため、作業は慎重に行われた。艦首の大部分は放棄され、 艦の残余は、放火学による分析のためセベロモルスクに栄光され、浮き艦ドックに設置された。2003年初頭に造船所で燃料を抜き取った後、残りのクルスクの原子力核は、ロシアのコラハン島北部に位置するサイダ湾に栄光された。この湾は50基以上の原子力核が、不当に浮かぶ場所である。その後、艦の残りはバラバラに解体された。艦主の魚雷と、 巨雷発射艦の破片の一部は回収され、残りは2002年に爆破破壊された。他国艦艇との衝突によるものだとする海軍のしぶとい主張を最終的に押しのけ、政府が公表した報告書はこの事故を高濃度の加酸化水素である HTP が巨雷の不完全な溶接箇所から漏れ出した際に発生した巨雷爆発によるものとした。 報告書により、最初の爆発で、魚雷室区画が破壊され、第1区画にいた全員が死亡したことが判明した。爆風は、第2区画へ、そしておそらくは、空調通気口を通って、第3、第4区画へも到達した。第2区画に位置する戦闘指令所にいた36名は、全員、爆風により直ちに行動不能になり、ことによると死亡したと思われる。 最初の爆発は区画内の室温を2、摂氏700度以上にまで上昇させる火災を引き起こした。この熱でさらに5本から7本の魚雷の弾頭が誘爆し、TNT 換算で2トンから3トンの爆発を引き起こした。この爆発はヨーロッパ中の地震計でマグニチュード4.2と計測され、遥か遠くアラスカでも検知された。バレリ,リザンフ海軍中将は、 政府の公式結論とは意見をことにしていた。彼は乗組員に誤った兵器の取り扱いをさせる原因となった不十分な訓練、劣悪な整備、そして観察の不備を引き合いに出した。破壊された潜水艦の調査の間、調査官たちは HTP 魚雷装填に関する一部が焼けた安全指示書を回収したが、 この指示書は明らかに異なる種類の魚雷仕様であり、空気弁の検査のために不可欠な工程を記載していなかった。第1潜水症艦隊と第7分艦隊は、共にクルスク乗組員の HTP 魚雷発射の技能と備えを一度も観察しなかった。クルスクの乗組員は、HTP 駆動魚雷の取り扱いに関しても発射に、関しても事前の経験はなく、 訓練も受けていなかった。経験不足と訓練不足、それにはをかける不十分な観察と管理のせいで、そして演習用魚雷装填の際に誤った指示書に従ったために、クルスクの乗組員は爆発へとつながる一連の事件を引き起こしてしまったのだろうとリャザンツェフは考えている。クルスク沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。